今回の緊迫化した中東情勢を受けて、先ほど安倍総理大臣が官邸で記者団の問いかけに応じました。総理、イランが米側を攻撃しました。政府の受け止めと今後の対応をお聞かせください。さらなる事態の悪化を避けるために、あらゆる外交努力を重ねたいと思います。安倍総理は11日からサウジアラビアなどの中東3カ国を歴訪する予定ですが、延期することも含めて対応を検討しています。